お待たせ。何グズグズしとんのや。ごめんごめん。先に行ってしもうたかな。冗談。脅かさないで。レオンがさっさと起きへ。ほれ。親父。おお、やっと来たか。ごめん、父さん。ほんまにね。昨日の夜は。ああ、そういえば二人ともオートへ行くのは初めて。うん。早く見てみたいな。いつまでたってもこうだろ。そういうラルフだってわざわざ。だからレオンはお子様や言うんや。考えてもいい。俺ら花の都バースに行くんやね。当然都といえばきっ。もうちょっとマシ。いつ運命の出会いだ。運命の。おや、父さん。そうだな。なんや？モンスターだ。最近増えてる動き。父さん。何をうろたえている。いつも教えていた通りに。よっしゃ。バカモン。結局大勢の。ラルフ。そうやな。Blip, blip, 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 blip
Thank you.
Blip, 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 blip.
俺様には楽勝や。そういうセリフは自分の姿を見て。え？ああ、泥だらけ。俺の服だ。だから世の中甘くないと言ったのだ。運命の出会いがあるといいね。 息子のところへ寄っていきたいんだが、いいかな。確かこの村に住んでいるんだっけ。たまには顔を出してやらんとな。なあ、俺ら親父の息子側に会うのって初めてやな。そういえば、やっぱし普通でいいと思うよ。 主人もすぐに戻ってきます。王都へ向かう途中なんでな。顔だけでも見ていこうと思って。カリンは元気か。ええ、お父様に見せて。そうか。ガルフ君とレオン君も。あ、はい。おじいちゃん。カリンか。 最近魔法を習い出したと聞いたが。ええ、どうせすぐ飽きるだろうと思ってたんですけど、先生が言うには筋がいいって。そうか、それもいいかもな。できれば魔法なんて必要がなく。そうなるさ。 父さんとはたまにしか会えないんだから、そうもいかなくてな。魔物が少なければ。では、カリン、帰ってきたら。行ってしまいます。無事に王都まで行け。あら、お父様で。いや、父さん。お父様で。
高校を。ここはどこなんだろう。親父、すでに道。だからもうすでに。あ、ほら。おお。落ちたんとちゃう。なんてこと。王女？さっきの王族か。あ、父さん、ラルフ、あれ。反王女、マーシア殿。何？敵のアラフェ？ブライアン？ブライアン、王女様がまだ赤子だった頃の。お久しぶりですね。昔話をしてマーシア殿、ここは我々が。でも、マーシア、騎士様の言う通りです。彼らがいればしばらくは耐えます。わかります。何者？お初にお目にかかった。私よ、バース国王。いかにも。危害は一切加わ。そうね。あんた、ズタボロに叩きのめしてあげ。ああ、あなたの。だが気の強い女性も。さあ、カボチャやナスビが。だ。僕がな。城下一の夫とはいえ、そのうつ。どうか、大人。ハム王女。心配は無用です。これで十分。やれやれ。お前たち、王女と。お前、どな。漫才をしている場合ではな。王族を助ける。あいつはもっとムカつくし。こちら。